けどさ、めちゃめちゃ純カフェじゃんこれ。ハロー皆さん、純です。サンビです。もう大好きな大好きなお友達を連れてきました。なんか最近すごい、なんかプレッシャーを感じてるんだなって気づいて、どこからのプレッシャーかっていうと、まず人からのプレッシャーあるじゃないですか。みんなも感じるよねそれ。なんか親からだったり、先生からだったり、牧師からだったり、友達の雰囲気からだったりとか。もう一つはなんか自分が自分にかけるプレッシャーがあるなって気づいて、自分の理想像ってあるじゃん。それに達していないと、そこに達するように頑張っちゃうんですよね。そのプレッシャーもあるし、3つ目になんか神様からプレッシャーを受けてる感じをするんですね。別に多分神様は純にプレッシャーかけてないんじゃないかなとか思いつつも、なんか神様が純に要求してることを勝手に自分で決めちゃって、なんかそれに達しようとして、神様からのプレッシャーがあるように感じちゃってるんですね。純はね、いつもね、悩み事をサンビちゃんに相談するの。だから今回もみんなと一緒にサンビちゃんにちょっと相談したいと思ってるんです。そう、だからその3つのプレッシャーあるから、なんかどうやってそれを識別するのか、そしてそのプレッシャーを感じた時になんかどのように思考を働かせたらいいのか分かんないです。いや本当分かんない私も。分かんない。なんか神様からのプレッシャーは正直すごい感じるし、なんかなんだろう、神様にこう選ばれてるっていう風に思えば思うほど、なんか神様が私にかけてくださってるその、期待に応えなきゃいけないっていう、でもなんか神様の力でやるんだけど、でもそれに自分がどれぐらいこうフォーカスできるかもそうだし、本気になれるかとか、なんかそれのために毎日コツコツやるべきことがあるとか、なんかそういう自分のなんだろう、与えられてる賜物もプレッシャーだったりすることがあるのね、なんかそのタラントのさ話とかもあるけど、もし自分が多くのタラントをもらっているとしたら、なんかそれのうちの何パーセントぐらい使えてるかなとか、なんかそれを土に隠してる部分があるんじゃないかとか、なんかそれをこう自分のために使っているんじゃないかとか、そういうこう自分を信用できないこともそうだし、そのタラント賜物は神様からの恵みだけど、でもなんか使ってるのに倍になっていかないとか、なんかそういうことを自分でこう評価してプレッシャーになったりするのはすごいよくある、そうそう、なんか自分で評価しちゃうの。なんか、今日はうまくいったなとか、今日の日曜日の奉仕はダメだったなとか、今日友達と適切に接することができたなとか、なんかすごい一日を分析しちゃうの。分かる。で神様喜んでるなとか、神様悲しんじゃったかなとか思っちゃう。これをすべきだってこうなんか神様から促されてるって確信があればある時ほどチーンってそれがわからない時の方が、神様教えてくださいとかすごい聖書読んだり祈ったりして、教えてくれたらやるからとか、はっきり言ってくれたらやるからって言うんだけど、でも実際教えられるとそれはそれでプレッシャーになって一歩も前に進めないみたいな。神様のなんか素晴らしさを知ると励まされるんだけど、ふとそんな大それた計画に自分が関わるって嬉しいような辛いようなみたいな、そういうプレッシャーかな。そうだね、これどういう人が感じるんだろう。結構真面目な人が感じるのかな。結構分析型っているじゃないですか、何でも理論的に考えちゃう人。私結構多分そっち派なのかな、分かんないけど、そっち派だってよく分かってる自分のこと。その傾向が強ければ強いほど多分神様の恵みを分析しちゃうのね。
そのさっき話してる時になんか投資みたいな考え方を話してたんだけど、例えばまあ真面目な人は受験勉強合格するために1年前から勉強に投資してコツコツ勉強するとかあるじゃないですか。でもそういうのをなんかそのまま神様の恵みに当てはめちゃう。その先に恵みを与えて、まあなんかこれで頑張れよとか、うん、そうそう、だけ本当は自分で努力して得るものだったり勝ち取るものだけど、なんかそれができない私だから神様が先に恵みを与えてくださってこれで頑張るよみたいな、うん、でその結果を出さないといけない、その与えられたものに対して、そうそうそう、いい子でないといけないとか、うん、神様が与えてくれたビジョンを達成しないといけないとか、そうそうそう、そういう風に考えちゃうんだよね、うん、でもそうじゃないじゃないですか、うん、そうじゃないですよね、本当にそうじゃなくて、うん、なんかもちろん神様は私たちに期待してくれてるし、なんかこの賜物を用いて私のその計画もあの目的のために使いなさいと、で、うん、それをこう倍にしてくれるのは神様だし、うん、なんかそれを増やしてくれるのも神様だし、だけどなんかあの確かにそれをこう使わないことはすごい神様も悲しまれる、うん、だから恵みも同じようになんか与えられてるからその神様を信頼することができるきっかけだし、うん、なんか、うん、与えられ恵みを与えられたのになんか逆に神様を怖がる必要はなくて、うん、もっと神様との関係がこう近くなるために、うんうん、神様を信頼することだったり神様を体験するためになんか喜ばせたくてそれを与えてるから、うん、なんか無条件で、うん、恵みに値する人に後からなる必要はないし、うん、恵みに追いかけられる必要もないっていうか、うん、恵みはこう追ってきてくれてて、その受けるだけでよくて、うん、で神様のところに感謝して、うん、ありがとうございますっていうところだけでなんかいいっていうか、もう素直にもう両手広げて、うん、もう置かれたものをもらうって感じ、なんかそれをちょっと自分で変えたり減らしたり加えたりしない、もうありのままを受け入れてありがとうございますって、うんうん、いうことだよね。そうそうそう、まあなんか恵みはさ受け取ったらいいんだよね。そうね、本当は受けるべきでないのに受けたわけだし、それを受け取ることができてよかったし、うん、なんかこれから受ける恵みも純粋にもらってそれに値する人になることは無理だから本当に恵みだけで生きていければいいんだろうなっていう、うん、あと多分神様の凄さ、神様の偉大さ、神様の清さをもっと知れば知るほど、そして神様がどのように私を見てるかをもっと知れば知るほど、その恵みを本当にありがたみを持って受けることができるのかなって思う、うん、はい最後一言、なんでも最後一言チーズ、なんか永遠と喋りそう恵みフォーエバー、恵みフォーエバーだよね。なんか無条件っていうことに神様は徹してるから、うんうん、無条件の愛と本当に無条件の恵みっていうところも徹してると思うから、神様もそこにすごいこだわってるから、うんうんうん、私たちもその神様のユニークなこだわりに何か乗る、うん、乗ってえ、それくれんのみたいなありがとうっていやなんか、うんうん、これが神様が願ってるその受け取り方だと思うし、うんうん、この恵みを受けたのに何もできてない自分とかを責めることもないし、うん、ここも神様がこれから恵みを与え続けて成長させてくれると思うから、いやだよ、はい、無条件に、もう無条件に与えられてるから、もう無条件に受け取りたいです。そうね、本当。じゃあ皆さん良いクリス皆さん良いクリスマスを。バイバーイ、やったこれ